毎日鏡見るのがほんまに嫌すぎて。このリリーさんもお分かりです。知らない、起きてきた。バカ子顔すごいな。嬉しい。ちょっと飲まなあかんね。お願いします。本当に変わるんで、顔覚えておいてくださいよ。もう今日でこのリリーさんもお別れです。たるみのリリーとはお別れ。お別れです。お願いします。お願いします。いや、めっちゃ緊張する。でも綺麗になるためには痛みなくして、得るものなし、得るものなし、頑張ろう。いやでも、これ見て勇気もらえる人めっちゃいると思います。ホルトもやっぱめっちゃ美容にストイックな人めっちゃおるけど、はい、なんていうリアルな微妙な悩み、こんなたるみなかったし、だからマジで毎日鏡見るのがほんまに嫌すぎて。失礼します。お願いします。お願いします。気になるところですね。こう上がればいいかな、こんな感じで。はい、ここの下が分かりました。じゃあそれでさせてもらいます。はい、お願いします。お願いします。はいよ、頑張って。綺麗になりたい気持ちの方が上やから。綺麗やん。行きましょう。ありがとうございます。お願いします。綺麗になるから、この下からのアングルも逆に行こうやから。そうですよ。うわ、なんか喉がなんかふんだよ。早っ。え、普通ですか？あ、でもなる人はね、早すぎでしょ。喉がふんって、ちょ、すぐ寝るタイプやもん。すごい、なんか今力のくらい。うわ、すごい来た。ふん、来た。ベロベロ。今テキーラ3倍。4杯目いきます。あ、4杯目。あ、すごい。めっちゃ弱いっすやん、酒。南先生もちょっとワクワクしてる感じが伝わってきて、なんか、いや、そんだけビフォーアフター変わるって分かってるから、はい、南先生、はい、めちゃくちゃ変わりますよ、はい、半信半疑やもん、なんかその、まあ、そうですね、どうなんやろっていう。小顔にはなるやろなと思うけど、アプリでしか自分の小顔って見たことないから、うん、ほんまにありがとうございます。一緒にいてくれて。もう酔ってます？しっかり寝るんかい。めっちゃおもろいっすね。知らん間に起きてきた。リリーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたんで行きます。はい、見てください。あ、止まらない。ちょっと張ってる感あります。張ってる感はあるけど、すごい。何よりなんか心配だったのが、せきでどうにか行ったからどうしようと思ったけど、マジでほんまに寝て起きたら、すごっ。めっちゃ上がってんね。すごいです。しかも自然ですね。いや、分かってきて、すごい。あ、すごいんですけど、神。やってください。これほんまやんで、あと飲まなあかんね。ええほんまに泣いてんの、これ何なん。めっちゃ嬉しい。ちょっとコンプレックスできてて、もう最近映るのも嫌と思って、 SNS 更新も YouTube もテレビも、もうほんまに映るのがちょっと恥ずかしいと思ってたんですけど、ありがとうございます。ほんまに嬉しいです。ほんまに嬉しい。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当にすごい見入ってました、うん、なんか衝撃の連続というか、いや本当に本当にすごかったです。あ、こうやるんやっていうのが、南先生がカウンセリングでおっしゃってた通りの感じだったんで、これはね、マジで感動しますよ、ちょっと、自分でこう引き上がってるっていうのは、生徒中感じるものなんで、いや、パーク水で分かんない。それは分かんないです。最後ら辺はなんか分かってました。なんかここら辺、ゴリゴリマッサージしてるみたいな、うんうん、糸ってここから入ってるんですか？この赤い点のとこですか？あ、そこと、ここで分かんないですね。どうでした？もう眠ってる間に本当に終わって、はい、1時間後です。もう体感5分10分です。
全然痛くないですね。魔法みたいな、めちゃめちゃ寝てはったから。ほんまに魔法です。なんであんなビビってたんやろって。ほんとやね。ね、でもやっぱり最初ってみんな緊張しますよね、きっと。そうなんですよ、きっかけが大事だから、ね、躊躇してるのやったら絶対来てほしいです。絶対いいもんですから、ね、めっちゃいいです。それがやっぱり先生たちがぜひっていくらやってもやっぱり先生側じゃないですか。そうなんですよ。だからこれがほんまに受けたこの一主婦の気持ちというか、このテンションで感じ取ってもらえたらなってめっちゃ思う。いやこれはマジですごいです。じゃあ1週間後ですかね。はい、マジですね。はい、来ます。ありがとうございます。はい、こちらは手術から2日目の様子です。もうすでに輪郭めちゃめちゃ綺麗です。ただ首元を見るとこんな感じで黄色くなっています。内出血が下に下がってきているそうです。中でも私が一番気になったのは頬のへこみです。糸リフトでグッと上げた部分がちょっとへこんでて、これはマジで気になったし、大丈夫なんかなって正直不安になったポイントでありました。今日もまだここにへこみだったりとか、首も黄色いですね。顎下のアウターとかもあります。でも口周り顎下の痛みはだいぶマシにはなってきました。まだ笑ったりすると痛みがあるし、突っ張り感ももちろんあるんですけど、どちらかというとこの顎下の部分が痒いです。多分中で傷を修復しようと頑張ってるんでしょうね。なんかかさぶたが痒い感覚がここ顎下全部にあって、でも痛くてかけないし、まだ麻痺ってるような自分の肌じゃないような不思議な感覚があります。そんな感じです。どうですか。はい、いい感じに痛みももうほぼ引いて。本当っすね。ちょっとまだ腫れててこれなんで、はい、あとまあ1週間とか10日したらもっとシュッとなってくると思います。で、内出血はここの手術なんですけど、この鎖骨のここら辺にちょっとね黄色くなって、夏場とか嫌ですけど、はい、大体長い人でもまあ3週間、一般的には10日から2週間で消えるはずなんで、はい、ただ年齢が上だと3週間です。あ、じゃあ2週間ってことですか。いや3です。いや、そうです。そうです。お願いします。お願いします。でこれです。針穴で傷はもうこんな感じですね。でこれを抜歯するとほとんどもう分かれへんと思います。こんな感じ。ほら、今抜歯しました。抜歯しました。全然痛くないんですけど。怖くて冷や汗出てたけど。こんな感じです。え、全然痛くない。綺麗、傷とない。すごい、ほんまに上がりましたね。でもね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイプレスのスウェットめちゃめちゃほんま上がるんで、やってる人多い。いや、すごい、めっちゃ上がれた。仕事を数日前から始めたんですけど、はい、職場の人たちがえ、めっちゃ自然すごいって言ってました。なんか痩せたみたいって。そうです、みんな痩せたって言われると思う。で、顎下はもっとピタッてしてくるんで、はい、ね、もっといいと思う。楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。また1ヶ月後に、はい、はい、お願いします。お願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回いよいよ私の輪郭が完成します。めっちゃ変化してるから、マジですごいから。施術のリアルな感想とか、あとダウンタイム中の裏話、ぜひお楽しみに。そしてこの施術の内容をもっと詳しく知りたいよっていう方は、南京介チャンネルにて先生の解説付きの動画も上がってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。